新ドラクエ担当マナティ V のドラクエ奮闘記。こんにちは、 V ジャンプ編集部の真鍋です。本日は12月20日発売のドラゴンクエストビルダーズ2破壊神主導と空っぽの島の体験版を先行プレイさせていただきたいと思います。早速じゃあプレイしてまいります。よろしくお願いします。はい、今回の、特徴として、さあ女の子と男の子が選べますと、肌の色、目の色なんかを変更できるということで、はい、お、来ますよ。お、始まりました。ハーゴンですね、これは。空っぽ島、今回の舞台になる島ですね。破壊神指導と空っぽの島、なんか関係がありそうな気がします。無人島なんですね、だから空っぽなのかな。自分は名乗らない。あ、名乗った、指導、うん、こっちだ。今回実は走れるんですよね、これ。これ超すごくないですか。キーンっつって、アラレちゃん走りっすね、これ。お、いっそ楽にしてやるわ。結構やべえな、こいつ。お、お部屋を作って、夜のお願い。まずは部屋を作っていきます。今作はこのグローブを使って、物を壊さずに持ち運ぶことができるということで、前作はですね、まあ、物を運ぶときって、まあ、一回壊さなきゃいけなかったんですけど、このグローブ超便利で、こうやってこうポコポコと持ってポンと置くみたいな、超便利、もうできた。この画面の右上にあるのが、まあ、マップなんですけど、これ前作との違いで、なんかドット絵になってるんですよね。で、こうやって開くと上から俯瞰した図が見れるんですけど、さらにこの全体マップ見るっていうところで、ドラクエ1とか2とか、当時のファミコンの仕様みたいな感じになってるんですね。お、なんと指導くんも一緒に素材を集めてくれる。今作はマルチプレイができるっていうのが、まあ一つの特徴になってまして、まあ体験版ではちょっとできないみたいなんですけれども、まあ実際にみんなで、協力プレイするというのが醍醐味じゃないかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん製品版の方ではそちらもちょっとやってみていただければと思います。お、現れた、行くぞ。お、率先してダメージ与えてくれる。ちょっとしばらく傍観してますか、こうやって。どこまで彼がやってくれるのかちょっと試しています。互いのコツ掴めたか。ほとんど彼に戦ってもらったからな。あ、レベル上がった。これはもしかして噂の掲示板ですね。今作の、新機能ということで、これみんなと撮った写真を共有できるというものになっております。早速写真を撮って掲示板に投稿してみてくださいということで、じゃあ撮ってみますか。撮影で、撮影、写真加工、ピント合わせ。今回しかもその撮った写真をいろいろこう加工できるっていうことで、映える感じの写真を撮れるということで、トイカメラ風、保存します。はい、というわけでちょっといろいろ写真を撮っていきたいと思います。
今作の特徴なんですけど、なんと水の中に潜れます。水の中にあるこう昆布とかこう取っていくっていう面白いのが、一回その水面から上がった時にこうなんか画面に水滴がついてるっていう、この誰かが撮影してる点なのか分かんないですけど、ちょっと面白いんですよね。この先に行こうとすると、あ、強力な魔物の気配、何これ、え、どうするの、どうすればいいの、あ、やばい、マーマン来た、え、何これ、あ、え、え、え、何これ、え、逃げられない、どうすんの、あ、死んだ、力尽きた、え、何これ、なんか見せ場がありますね。しかも結構高度差があるということは、これ多分どっかを壊すと流れる気がするんですよね。これちょっとやってみます。あ、壊した。あ、流れてる。滝流れた。すごい。今回はこうやって高低差のあるとこだとどうも水が流れる仕様になってるみたいで、しかも何が面白いって、この水の中をこうやって上がっていけるっていう、もうちょっと素材がいりそうなんでじゃあちょっととりあえずやっていきたいと思います。一応やりました。ほい。なるほど。これはどうだ。何点ぐらいですかね。これ点数。35点ですか。35点。ちょっと出直してきます。はい。というわけで、ドラクエビルダーズ2。体験版を遊んできましたが、新機能だったりとか、より、前作よりもプレイしやすくなっているとこだったりとかがいろいろとありまして、発売日が楽しみです。体験版の配信は12月6日からなので、まあ皆さんもうすぐ遊びますので、ちょっとぜひやっていただければなと思います。初めてやる人だったり、今ドラクエを知らないっていう人も楽しめる内容となっておりますので、ぜひぜひ、プレイしていただければと思います。というわけで、実際の発売は12月20日となっております。まあこれももうすぐなんですけれども、ここで告知をちょっと1点。 V ジャンプブックスの攻略本が、12月20日同日に発売されます。内容としましては、ストーリーの攻略はもちろん、やり込み要素だったり、テクニック、あるいはそのデータ集ですね、そういったものがもりもりとこうたくさん入っている超お得な、攻略本となっております。さらに、先行入手アイテムの勇者たちの肖像画のレシピがついております。ゲームと一緒にこちらも、読んでいただければ幸いです。以上、マナティー V でした。ありがとうございました。